今回持っていこうと思ってるのはこんな感じで、最近特に気に入ってるのがこのオーガニックですね。これ意外に癖がなくて、ウィンドシェルです。これパタゴニアのフーディニ、これも長く使ってますね。もう 4,5 年使ってると思いますけど、着てるとすごくあったかいです。でその下には短パン、パタゴニアのストライダーですね。テムレスの手袋か。これは、まあ、天候によりますね。GPX データをこのアプリの地図アプリの中に入れています。ガチョウです。これ僕のランニングスペックです。50歳まであと1年、この1年はステップアップの年にしたいっていうふうに思ってます。今回は12月の13日に行われるトレランのレース、そこに持っていく装備品をご紹介したいというふうに思います。出走するレースはイズトレイルジャーニー ITJ っていう大会です。簡単にレースの概要をお話しすると、70キロと26キロの2つの、種目があるんですけど、僕は70キロの方に出ます。まあ、厳密に言うと例年と違って一部走れないところがあるので66キロっていう話です。スタートが静岡県の港町、海沿いにある港町の松崎町の松崎新港ってところからスタートします。そこから、伊豆のあの半島を北上していって修善寺の方に向かっていきます。途中すごく見晴らしのいい、伊豆の山域、尾根を通っていく伊豆山稜線歩道ってところを進んで、ゴールが修善寺の虹の里ってところですね。で獲得の標高、積み重ねていく取っていく標高が 3250m ですね。でスタートが朝の6時、そして、参加人数が1200人で、途中のエイドステーションが3箇所あります。それでは僕が持っていく装備品なんですけど、まあ、少しでも軽く走りたいっていう思いもあるので、基本はあの必携品になります。必携品っていうのは大会のルールで決められている、こう走るとき必ず持っておかなければいけないものですね。あの山の中を走るので、何かあったとき、トラブルに遭遇したときに自ら対応できる、そのためのグッズになります。それに加えて必携品とは別に、一応まあこれは持っておこうかな、まあ、当日の状況によってカバンに入れとこうかなっていうふうに考えているものもあります。ガチオのランチャンネル、今回持っていこうと思っているのはこんな感じで、ライトは2つ、メインライトで、スイフトの RL 充電式のライトですね。それとあとハンドライト、ジェントスのハンドライト、これ持っていく理由は、朝ですね、スタートするときまだ日が昇ってないので暗いと思います。その時に手軽に足元を照らす。でただ1時間もすると明るくなるので、その時ヘッドライトだとしまうのが大変だけど、ハンドライトだともうポッキーにすってしまえるんで、これを使います。それとあとこのご時世なんで、マスクは必ず必要ですね。それとこれがですね、ザックにつけておくライトですね。今回車道を走るので、自分の存在を車に知らせるっていう意味で、これは必ず持ってこいっていうリストに入ってます。で携帯、トイレ、エマージェンシーシートで、ホイッスルで、あと水に関してはこのソフトフラスコを500入るので合計1リッターで、これを入れるザックはあのアルティメイトディレクションのヘイローを使おうと思ってます。それからこれ携帯用のコップ、エイドステーションで水分をもらうときにはこれを使います。そしてエマージェンシーキットですね。この中にはガーゼだとか痛み止めとかバンドエイド、ちょっと汚いけどあと、まあ、今回すごく寒いところ、12月っていうシーズンもそうだけど、尾根伝いを走るので風がもろに当たるから、まあ、万が一の時のために北海道を持っておきます。それとあとテーピング、これは必携品リストに入ってましたね。80センチの長さのもの、幅3センチのものを持ってなさいっていうので、これを持っていきます。続いて補給品に関してはジェル中心になります。ジェルは1時間に1個取ろうと思ってるんで、一応9個ですね今回で。好きな味のメダリストと、最近ねこのスティンガーが気に入っていて、まあもともとこの蜂蜜味は嫌いじゃなくて手に取ってたんだけど、最近特に気に入ってるのがこのオーガニックですね。これ意外に癖がなくて、お気に入りです。この類で9つで、あとトップスピード2つで、固形物で一応グミを持っていこうと思ってます。で着るものに関してはここにありますが、
あ、これがレインですね。レインの上と下、あ、マウンテンハードウェアのリロイジャケットです。それと今回多分すごく頻繁に使うことになるウィンドシェルです。これパタゴニアのフーディニ、これも長く使ってますね。もう 4,5 年使ってると思いますけど、これが使えるんで、尾根伝いの風が強かったら寒くなるので、これをパッと羽織るつもりでいます。実際に着るウェアに関して言うと、まずはこいつですね、ミレーのドライナミックです。この網がですね、地肌に着ることで汗を吸い上げてくれます。汗冷えしにくいっていう特徴があります。結構お気に入りでいつも着てます。それからファイントラックのメリノウールのロング T シャツですね。これもいいですね。吸汗性があるわけではないんですけど、着てるとすごくあったかいです。でその下には短パン、パタゴニアのストライダーですね。これもいつも使ってます。で靴下は C3 の、5フィンガー、こいつを履きます。で手はですね、このメリノウールのモンベルのメリノウールの手袋を使います。メリノって少し厚手なんですけど、これはね比較的薄いので手元の操作がすごくしやすい、はい、ジェルを切ったりとかするときにもこのメリノウールのモンベルのメリノウールの手袋は扱いやすいですね。こんな感じかな。それと必需品ではないんですけど使う予定なのが帽子、ダックビルのこのいつもパタゴニアのダックビルの帽子をかぶるのと、あとは、テムレスの手袋か、これは、まあ、天候によりますね。雨がもし降ったらさっきのこの、モンベルのメリノウールの手袋の上に装着するかもしれません。まあ、これつけてると中に水が侵入しにくいです。最近使ってる人すごく多いですよね。それかあとはレッグカバーか、これも100マイルレースとか長いレースでは使えます。今回70キロなんで、なんかちょっとこれを使うかどうかは悩みますね。ちょっとね足元が窮屈な感じが僕はするんですよ。ただ一方で、窮屈にすることで筋肉が揺れないから筋肉疲労を抑えるっていう効果はあります。ちょっと当日まで使うかどうかは考えます。それとあとはこれバフ、首元を温めるやつですね。これを一応持っていくつもりでいます。それから、ゴンテックスの、テーピング、これはつけるつもりです。でこれが寒さ対策で、ファイントラックのポリゴンジャケットです。化繊の綿が入っているジャケットで、小さくなるんで持っていってもそんなに邪魔にならないんだけど、それなりの重さが多少あるので、まあ、これも天候によってですね持っていくかどうかというのは考えます。まあ、万が一の時のための防寒具ですね。で、さっき言った通り基本はこのアルティメイトディレクションザックをに中身入れていくんですけど、これだけだときっと入らないので、これも持ってきます。ラッシュのウエストバッグですね。これを腰に巻いて、でこのアルティメイトディレクションのザックを背負って行こうというふうに思ってます。それと肝心なものを、必携品の中に絶対入れておかなきゃいけないものとしてはスマホ、連絡用に使うそこの携帯電話と、それからあと実際コースを走るデータ、 GPX データをこのアプリの地図アプリの中に入れています。僕はジオグラフィカの中に入れました。あとコンパスですね、コンパスアプリ、これも入れておきます。装備品を入れる場所ですね、使用頻度が高いものはもう手に取れるところ、手元でこうサッと取れるところに置いておくことが基本だと思います。言うなればまずはマスクですね。マスクは必ず取りやすいところに置かなきゃいけないし、あとスマホと、こういう携帯のコップなんかもエイドステーションに入ったらサッと、取り出しができるようにしておいた方がいいと思うし、あとジェル類、これもそうですね、この辺にあるとすぐ補給できますよね。それとあと意外にこうジャケット、ウィンドシェルです、これ確かに入れるところ困るんですけど、僕はこう小さくしてウエストバッグの中にしまっておこうと思います。今回で言うとまず朝の6時にスタートだから、その時寒いですよね、これ羽織りますよね。で走ってる時には不要になるから脱ぐ、
だけど尾根伝いに出た時には風が強くて、もしかしたら相当体が冷え込むと思うので、その時にはパッとこれを出すみたいな、本当にねこの出し入れを頻繁に行うことになると思います。逆にこれをしないと70キロのレースとはいえ10時間ぐらいは少なくとも走るので、体調管理をしておかないと後々ね、最初は気合が入ってるからこれなくても我慢して走れるんですけど、後々後に響いてくるので体温調整はしっかりした方が僕はいいと思います。なのでこのウィンドシェルも取りやすいところに置いておきます。まあ、こんな感じで1週間後の ITJ は持っていこうというふうに思っています。まあ、ただ天候とかね、体調にもよって多少中身が変わるかもしれないけど、まあ、これを持って、70キロ走っていきたいというふうに思ってます。レースに参加される方は一緒に頑張りましょう。そして今回もカメラを回して、レースレポートを撮ってきますので、後日になりますがこちらもお待ちいただければというふうに思います。今後もねランニング系の動画を上げていきます。今回のようなグッズ紹介だったりとか、レースレポート、練習内容の報告みたいなものも織り交ぜながら定期配信していきますので、まあ、チャンネル登録されてない方はぜひともよろしくお願いします。そしていつものお願いですけど、グッドボタンとコメントいただけるとすごく励みになります。嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ガチョウでした。バイバイ。 ITJ 行ってきます。